普大水門は、岩手県下平郡普大村に存在する水門である。2011年8月4日海側から、撮影普大川の川口から約300メートルに位置し、高さ15.5メートル、幅205メートルのコンクリート製の水門である。水門南側を、岩手県道44号岩泉平井が普大線が、北側を、普大村立普大小学校、 普大村立普大中学校からつながる道路が共に専用の通用門で水門内側を通過している。普大村では過去の大震災大津波で多数の被害者を出した苦い経験から津波から住民を守る防壁設置を検討し、このうち普大水門は1984年に完成した。建設費は35億6000万円で、 大田名部傍潮堤と合わせた県の事業として、国、県の負担のもと行われた。水門建設の検討時には、集落の集団移転も検討されたものの、土地の有効活用や、生活環境の計画的整備などの観点から、水門の建設が決定された。また15.5メートルという高さは、計画時に高すぎると非難を浴びたが、 当時の和村美雪特村長が2度あることは3度、あってはならない、15メートル以上と譲らなかった。明治に15メートルの波が来たという言い伝えが、1909年生まれの村長の頭から離れなかったためであるという。2011年8月4日、水門の内側から撮影。管理用の橋が破損しているのがわかる。二千十一年の東日本大震災発生後、 遠隔操作により閉門を行っていたが途中で停電したため一部を九時消防署不大文書の立薄マサる副文書長ら3人の消防士が手動で操作して津波の到達前に水門を閉鎖したその後津波が到達し水門を2メートルほど乗り越えたものの水門自体は決壊せず津波は水門から数百メートル上流付近で停止した乗り越えた津波により 水門の上流側に設けた管理用の橋が破損したが、付近の小中学校や住宅などに浸水の被害はなかった。普代村においては、この普代水門と大田名部傍聴艇が住宅地や集落中心部への津波到達を防いだため、普代村における震災の人的被害は、船の様子を見るため傍聴堤の外に出た行方不明者一人のみで、死者はゼロ、被災民家もなかった。 今回の震災において、宮古下老地区の高さ10メートルの大型防潮堤をはじめとする各地の水防施設が、腰水、破損により、機能不全に陥る中、沿岸部で機能した数少ない堤防であった。ただし、津波が、より長い時間水門を越えていたり、より高い津波が来襲していたりした場合には、耐えきれず決壊した可能性もあったという。新渡広志村長は、 先人の津波防災にかける熱意が村民を救ったと述べている。想定をやや上回ったとはいえ、防災のための公共事業の重要性を示すこととなった。ABC、広報府大23年3月号2011年4月24日。閲覧和村幸ず貧乏との戦い40年府大守った巨大水門被害を最小限に 岩手、日本、2011年4月24日。AB、明治の教訓、15メートル堤防、水門が村守る。岩手、読売新聞2011年4月3日、2011年4月24日。閲覧、巨大防波堤で、死者ゼロ岩手県府大村村長の新年と消防士の、検診が結実産経新聞2011年4月26日、2011年4月30日。 閲覧、岩手県不大村は、浸水被害ゼロ、水門が効果を発揮日本経済新聞2011年4月1日2011年4月24日、閲覧 AB、集落守った、水門、一時危険な状態、長岡議課題、犬飼すのりら調査アーカイブド2011年4月28日、 アットウェブサイト読売新聞2011年4月21日2011年4月24日。閲覧。普代守った巨大水門被害を最小限に岩手日報2011年4月24日2011年4月24日。閲覧。津波で5割超の膨張低損壊岩手県が効果検証へアーカイブド2012年11月1日。アットザウェイバックマシン。 共同通信2011年4月12日2011年4月24日、閲覧、巨大傍聴堤石碑、ここより下に家建てるな、先人の知恵住民守る岩手の日域津波集落に届かず、北海道新聞2011年4月7日2011年4月24日、閲覧、ありがとうございます。